出しだ。開墾、開墾、開墾ですって。気になるわね。どういうことかしら。親愛なる人類よ、エイリアンたる我が身こそ開墾の極み、地球への襲撃も、そして我が軍への攻撃こそ開墾の極みである。ほう。開墾は名前よ。コブナントの宗教的指導者、預言者の一人のね、あのシップの中から助けを求めてるわ。奇遇報告、グリッドキロトゥー3に敵、ミッション中止を提案します。ラジャーリコン、ウソ、どうしますか。突入する。気合い入れていけ。ジェル、あの敵艦に乗り込み、開墾の預言者の身柄を確保してくれ。コブナントがよりによってなぜここを着陸地点に選んだのか、彼に説明してもらおうじゃないか。移動するぞ。バタカス、先導しろ。持ちこたえています。パイロットはやられました。どこかに隠れてて、すぐに行くわ。あっという間にやられちまって、全く歯が立ちませんでした。みんなは全滅です。軍曹、早く逃げないと我々もやられちまいます。負傷したのか。いえ。じゃあよく聞け。俺の部隊に配属になった時点で腹はくくったろうが、
お前らのモチベーションをさらに高めるためにこいつを連れてきてやったんだ。我が海兵隊は永久に不滅だぞ。でもスカラベがシミュレーション通りえらく頑丈だが破壊は可能だ。チーフのそばを離れるな。彼に従え。了解しました。戦車をありがとう。気が利くのね。レディのご要望には敏感なもんで。チーフを救出してこっちに戻ってきて。フラッシャー、状況は？ターゲットがエリアを離脱してしまいます。攻撃許可を。ダメだ中佐。援軍を2隻送る。敵の進路を塞ごう。敵艦の干渉付近にスリップスペースが出現。ジャンプする気です。こんな街中で。攻撃許可を。よかろう。攻撃を許可する。早く追いかけて。中佐、ジャンプ先が不明では。絶対逃がさないわよ。